熱機関内燃機関ガスタービンエンジン GEH シリーズのガスタービンエンジンガスタービンエンジンは原動機の一種であり燃料の燃焼等で生成された高温のガスでタービンを回して回転運動エネルギーを得る内燃機関である重量や体積の割に高出力が得られることから現在ではヘリコプターを含むほとんどの航空機に動力源として用いられているまた 指導時間が短く冷却水が不要なことから、非常用発電設備として、さらに1990年代から大規模、火力発電所において、ガスタービン、蒸気タービンの高効率複合サイクル発電として、用いられている。ガスタービンは、延伸式または、軸流式の回転式圧縮機で燃焼用空気を、圧縮して燃焼機に送り込み、燃料を燃焼機に吹き込んで燃焼させる。 その際に発生した高温高圧の燃焼ガスが延伸式もしくは軸流式タービンを回転させる。タービン軸は通常圧縮機と直結しており圧縮機に圧縮動力を伝え持続運転する。燃焼ガスの熱エネルギーをすべてタービンで回収して軸出力を取り出す場合と軸出力は圧縮機の動力としてのみ用いて燃焼ガスの後方噴出により推力を得る。 ジェットエンジンがある。自動車、レシプロ機関を持つ、航空機等に用いられるターボチャージャーも、エンジンを燃焼機とし、出力軸を持たない一種のガスタービンに分類できる。液体燃料ロケット用、ターボポンプなど、液体燃料液体酸化剤などを燃焼室で、燃やし、作動流体圧縮機を省略する方式もある。ガスタービンエンジンは、連続的に圧縮、燃焼、膨張、 排気する部位があるため、レシプロエンジンと異なりそれぞれの工程はない。燃焼は一定圧力のもとで行われ、理論サイクルはブレートンサイクルで禁じされる。このほか作動流体で化学燃焼させず、熱交換器、原子炉、電熱等で作動流体を加熱し、熱交換器等で作動流体を冷却、または作動流体を排気することにより稼働する。 外年式、ガスタービンも理論上存在し、一部研究施策された。また大気から空気等を吸い込みタービンを回した後、再び大気に排出する形式のものを、解放サイクルガスタービンと呼び、作動流体を閉じた流路に流し排気しない形式のものを密閉サイクルガスタービンと呼ぶ。西暦150年、ヘロンが蒸気機関を考案するが、玩具的にしか扱われず、 その潜在的能力が認識されるのは何、世紀も経ってからである。1500年、レオナルド・ダ・ヴィンチが暖炉で調理中の炙り肉を回転させるためのスモークジャックの図を描いている。これは、火から上昇する熱い空気の流れで羽車を回し、その力で炙り肉を刺した棒を回すものである。1551年、滝アルジンは、スモークジャックと同じ用途の蒸気タービンを発明した。 ジョバンニュブランカーは1629年、蒸気タービンを使った最高機を開発した。フェルディナント・フェルビーストは1678年、蒸気ジェットの力で動く車を開発した。1791年、イギリスの技術者、ジョン・バーバーが世界初の進路ガスタービンの特許を取得した。その発明の構成は、今日のガスタービンと基本的に変わらない。 バーバーはこれを車の動力にしようとしたが、当時の技術では完全に動作するものを製作できなかった。1894年、チャールズ・アルジャーノン・パーソンズは蒸気タービン船のアイデアで特許を取り、タービニアという実験艇を作った。1895年には、パーソンズの蒸気タービンを使った発電機がケンブリッジ発電所に設置され、街頭への電力供給を行った。 1903年、ノルウェーのエギディアス・エリングが入力よりも出力が大きい世界初のガスタービンを完成させた。1913年、ニコラ・テスラが境界層効果を利用したテスラ・タービンの特許を取得。1918年、今日もガスタービン製造で知られているゼネラル・エレクトリックがガスタービン部門を創設した。1920年、 これまでの経験則的な理論から一歩進んで、AA グリフィスが翼とガス流についての理論を構築した。1930年、フランク・ホイットルが Z 推進用ガスタービンの設計で特許を取得。日本ガスタービン学開始19では、エリングの業績を知っていたかと問われたホイットルは知らなかった。知っていたら、開発は10年早くできただろうと答えたとされている。 実際にジェットエンジンが動作したのは1937年4月のことである。1934年、ラウル・パテラスペスからは、ガスタービン用ガス発生機として使える自由、ピストンエンジンの特許を取得した。1936年、ハンス・フォン・ウォハインとマックス・ハーンが、フランク・ホイットルとは別方式のジェットエンジンの開発に成功した。 丸の内シャトルに導入されたデザインラインのタービン電気バス同出力のレシプロエンジンなどと比べ以下のような特徴を持つ。航空機用の高性能エンジンは厳選されたジェット燃料を使用する。アームストロングシドレーマンバのように軽油を使用できるエンジンも存在する。陸上設置型や白用では軽油を使用する。A 重油を除き安価な重油は使用できない。 発電用ガスタービンでは天然ガスや石炭をガス化して燃焼する機種もある。外燃式ガスタービンや密閉サイクルガスタービンでは蒸気機関と同様に安価な重油や石炭や原子力や電熱等を内燃式ガスタービンで使用困難な燃料も使用可能になる。アメリカ軍では航空機用の JP-8 をガスタービンや ディーゼルエンジンを搭載した車両の燃料として共通化している。ガスタービンエンジンは航空機に搭載される軽量型と主に地上に設置して発電などに使用される重量のある重構造型とに対別できる。船舶や車両といった移動体や地上固定式でも小型のものでは航空機用のジェットエンジンの設計に基づく軽量のものが製造されており、 軽量型に分類される。また、これらとは別に、かなり小型のカスタービンエンジンも存在する。マイクロガスタービンの例文3型発電機用として、マイクロガスタービンが開発され、コジェネレーションや再生機を使用して総合的な熱効率を高めるようになっている。小型で低価格にすることで、事務所や商店等での利用が想定され、 潤滑油を排して空気軸受けが使用されるなど保守の手間を省くよう考慮されている。特殊なものとしては直径 12mm 厚さ 3mm の円盤状で重さ 1g の超マイクロガスタービンが電気出力10から20ワット程度の発電用途に開発されている。作動流体で燃料を化学燃焼させ熱源とする一般的な内燃式。 ガスタービンと作動流体で化学燃焼させず熱交換器、原子炉、電熱等で作動流体を加熱し、熱交換器等で作動流体を冷却または作動流体を排気することにより稼働する外燃式、ガスタービンに熱の動きで分類される。質量制限の緩い感染用、発電用内燃式、ガスタービンにも排気からの熱を燃焼前の作動流体に移す。 熱交換器が装備され、外年式、ガスタービン的要素を帯びる場合も多い。機関外から空気等の作動流体を吸い込みタービンを回した後機関外にすべて排出する形式のものを、解放サイクルガスタービンと呼び、作動流体を閉じた流路に流しき排気しない、形式のものを密閉サイクルガスタービンと、作動流体の流れで分類され、両者の中間には作動流体の一部を、 追加供給するものや、作動流体の一部を排出するものがある。航空機用、船舶用、陸上車両用、陸上設置型の発電用のそれぞれでエンジンとして使用される。航空機用のガスタービンは、高温、高圧の排気ガスを後方に勢いよく噴射しその反作用で推進力を得るものから始まった、歴史的経緯から、ジェットエンジンと通称される。 2016年現在、実用化された、有人航空機のジェットエンジンは、すべてが、ガスタービンエンジンであるが、ジェットイコールガスタービンエンジン、ではない。ジェットエンジンの定義は、気流を後方に噴射、あるいは前方から気流を吸入し、その反作用で推進力を得ることであり、タービンを備えることではないからだ。ミサイル等無人機では、パルスジェットエンジンや、 ラムジェットエンジンなどのタービンを備えない、ジェットエンジンが実用化されている。またレシプロエンジンがスタービンエンジンであっても高速で、移動する場合は、吸気吸入のサイラム圧を利用でき、超音速機ではそれによる水力が過半を占める。一方で、航空機以外の用途に用いられるエンジンは、回転運動を取り出す目的で用いられるために、ジェットエンジンとは呼ばず、 ガスタービンエンジンと呼称するのが通例となっている。なお、航空機でも、プロペラやローターを備えるもののエンジンは、回転運動の取り出しと排気噴射の反作用の、双方を用いる。こちらは、ターボプロップエンジンもしくは、ターボシャフトエンジンと固有の形式名で呼称され、ジェットエンジンないし、ガスタービンエンジンといった総称的な呼称で呼ぶことは、稀である。なお、例外的であるが、 レース用の自動車においては、回転運動のみならず排気噴射の反作用も用いるものがある。さらに例外的であるが、自動車、鉄道、船舶で高速実験や速度記録を作る目的で排気噴射の反作用を用いるエンジンを搭載した例があるが、そのエンジンは Z エンジンと呼称された。ライカミング t 十三ターボシャフトエンジンの内部、カットモデル中があった。 大型旅客機などの後部には小型のガスタービンで駆動する APU が推進用のジェットエンジンとは別に搭載されている場合が多い。これは空港に駐機中、機内で必要な電源や油圧を確保したり、ジェットエンジン本体の始動に必要な圧縮空気を発生させたりする際に使用されるものである。なお、APU 本体の始動には、 バッテリー駆動のモーターを使用するか、アキュムレーターによる蓄圧エネルギーを始動回転に用いる。燃料はジェット燃料が使用される。航空機のビブに見られる小さな排気口はこの排気用である。航空機の操縦士や整備士の資格では圧縮にタービンで駆動する圧縮機の回転を使うものはタービンに分類される。船舶用のガスタービンエンジンは 主機関に使用する他に、船内発電用として、また、船に限らず地上のものと同様に、非常用発電機のエンジンとして使用される。主機関として使用される場合には、一般的な減速ギア経由で、プロペラシャフトへと接続されるものと、発電機で発電した電力で電動機を駆動する、ターボエレクトリック方式がある。減速ギアを使用するものでは、 逆転用の歯車を組み合わせるものは少なく、可変ピッチプロペラによって逆進を行うものが多い。航空機用ガスタービンエンジンから作られた軽量型のものは1機では出力に限界があり、大型船では複数のガスタービンエンジンを備える必要がある。大量の休排気が必要となりこれらの大きなエアダクトが船体中央部を船底から 煙突や船体上部まで貫くが、ガスタービンエンジンの定期保守にはエンジンそのものを陸上に上げる必要があり、保守利便性と空間の有効利用は矛盾するため、設計時に困難が伴う。海での使用では、塩害対策が求められ、燃焼機ライナーと圧縮機の翼に退職コーティングが施されている。軍用艦艇軍艦におけるガスタービンエンジンは、 航空用エンジンを白用に転用したエンジンの採用が艦艇を中心に広まり、近年では高速性を重視する艦艇にも採用が進みつつある。船舶用は中間冷却機を備えることで熱効率を上げている。軽量大出力の艦艇用機関としてガスタービンエンジンを最初に採用したのはイギリス海軍で1958年に浸水した。 ブレイブ級高速小海底に、ブリストルシドレー社のプロテュースが採用されている。大型艦艇での採用は、旧ソ連海軍とイギリス海軍が先弁をつけた。1962年から建造が始まった、旧ソ連海軍の満載排水量4510トンの61型大型大戦艦は、世界初のガスタービン推進の大型艦となった。 イギリス海軍は1966年に14型フリゲート HMS-X マスをロールスロイス社のオリンパス TM1A とプロテュースによるカガーグ推進に改造して試験に供した。以後のイギリス海軍では81型フリゲートやカウンティ級駆逐艦、82型駆逐艦、ブリストルにおけるガスタービンと蒸気タービンとの組み合わせによる コサーグ推進を経て、1973年の21型フリゲートや1975年の42型駆逐艦でオールガスタービン化されている。1980年に竣工した、満載排水量2500トンのインビンシブル級航空母艦は、オリンパス TM1 バイトを4機用いたコガーグ推進艦で、世界最大のガスタービン推進艦となった。 これらの国々に続いて、アメリカ海軍では1973年に、巡航したスプルーアンス級駆逐艦や1976年に、巡航した、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲートが、ゼネラル・エレクトリック社製の航空エンジンである CF-6 から50をよ用に転用した、LM-2500 がスタービンによる、コガーグ推進を採用している。海上自衛隊では、 11号型魚雷艇などに航空用エンジンを転用したガスタービンを搭載するとともに昭和29年度計画を継がたく選定。はやぶさに防衛庁技術研究本部と三菱重工業長崎造船所が共同で開発、製造したマック5 0 1がディーゼルと組み合わされ試験的に搭載された。しかし、本機の運用実績は芳しくなく九百七十年に ガスタービン用の中央軸を損傷したのを機に撤去された。その後しばらく、護衛艦の手機にガスタービンを押すことをためらう風潮が、生じ、蒸気タービンとディーゼルが手機に採用され続けたが、1974年度計画で山雲型護衛艦の発展型として、ロールスロイスオリンパス TM3 バイトによるコドック機関を搭載した2500トン型護衛艦の 建造が計画された。この計画はオイルショックの影響で中止されたが、3年後の1977年度計画で、D で,である石狩がコドック推進艦として、DD である初雪型がカガーグ推進艦として建造されることとなった。続く1988年の朝霧型では、スペース M1A を4機組み合わせたコガーグ推進が採用された。エンジンは、 川崎重工業がライセンスを受けて生産した。1996年に一番艦が竣工した村、サメ型とその改良型であるカの見方は、ロールスロイス社のスペース M1C と、ジェネラルエレクトリック社の LM2500 を採用した、世界的にも珍しいメーカーの異なる、ガスタービンエンジンの組み合わせによる、コガーグ推進艦である。このように現代の艦艇では、 ガスタービン式が主流となっている。前述の例軍に先行して、類似技術のバルター機関が潜水艦や魚雷向けに試作、実用化され、魚雷用としてはヒバルタータービン式、ガスタービンが後のスピアフィッシュ魚雷等に採用されている。旧ソ連海軍やイギリス海軍ではいずれも軽量大出力であること、従来の艦艇用手機に比べて整備性が良いこと。 出力の増減が迅速に行える点が評価された。一方で、ガスタービンとスクリューでは、その回転数が極端に異なるため巨大な減速ギアボックスが必要なこと、及びガスタービン式は燃費が悪く、運転条件によっては多量の燃料を消費するなどのマイナス面もある。過去に過信方は、日本海で燃料切れを起こして立ち往生する事故を起こしている。 またガスタービンエンジン搭載艦は従来の蒸気タービン、ディーゼルエンジン搭載艦と比べると大量の急排気、高温の排気、小型軽量であるが、ゆえの重心上昇などの点を艦艇の設計にあたって留意する必要があり、艦姿に大きな影響を与える。アメリカ海軍では下部が軽くなった分を下部構造を強化して重くし、上部構造を 軽合金で製作するなどして補正した。ただし、軽合金正常部構造は、フォークランド紛争やアメリカ海軍の火災事故などでの被害拡大の要因となったとされ、護衛艦では構成に戻されている。大量の急廃棄は、煙突と吸気等を大きくすることで対応する。このため、ガスタービン搭載艦の煙突は太く短いものが多い。高温の廃棄については、 煙突からの排気の下流に物を置かないなどの対処が取られる。また蒸気タービン等再管などに流行したマックの造語。両者の機能を合わせ持つ構造物はガスタービン等再管では見られなくなっている。民間船舶民間船舶の多くには熱効率が非常に優れた低速回転ディーゼルエンジンが用いられている。高速フェリーなどでの軽量化のためや 排気ガス中に含まれる窒素酸化物の排出が少ないこともあり、ガスタービンエンジンも徐々に使用され始めている。特に水中翼船、ホバークラフトなどでは主流となっている。また従来の白用機関に比べて、ガスタービンエンジンの運転時の騒音が特に低周波成分が少ない点を評価し、大型客船用のターボエレクトリック方式の推進機関の手記として採用された例がある。 1990年代半ばの日本では、モーダルシフトに関連して、内航線の速度向上を目指す2隻のテクノスーパーライナー実験船が建造された。三井造船の空気圧力式複合支持線形、飛翔、及び川崎重工業の揚力式複合支持線形、疾風はいずれもガスタービンエンジン式によるウォータージェット推進の高速船であった。 燃費が圧倒的に悪く、エンジンそれ自体の価格と保守にかかるコストも、ディーゼルエンジンより高額となり、整備のために取り外さなければならないため、船内配置が制約されるなど、ガスタービンエンジンは、白用種機関としては不利な点が多いため、軽量である利点が活かせる用途にのみ使用される。第二次世界大戦末期に、ドイツが GT101 ガスタービンを、 v 号戦車パンターに試験的に搭載した。旧ソ連の T-80、アメリカの M1 エイブラムス、スウェーデンの STRV-103、フランスのルクレールなど、一部の戦車に、ガスタービムエンジンが用いられている。小型大出力のエンジンとして評価され、瞬間的な脱出力には一定の評価があるが、低速、停車時の燃費の悪さから、主力戦闘車両としてはこれらに続く。 採用事例はない。最初に戦車へガスタービンエンジンを採用したスウェーデンの STRV-103 ではディーゼルエンジンを混載しガスタービンエンジンはダッシュ時のみに使用されていた。湾岸戦争では大量の燃料を輸送することで燃費の悪さを補ったアメリカ陸軍ではこの戦訓から停車時の電力供給を目的に M1APU を設置した。また、 T-80 では当初トラブルが続出し、改良を加えた T-80U で是正されたものの、燃費の良いディーゼルエンジンを搭載した T-80UD も並行して生産配備している。フランス陸軍の主力戦車ルクレールでは、補助動力としても使用できる複合動力装置として採用されているが、複雑なシステムゆえに、フランス本国以外での修繕は不可能とされ、 UAEU 出型は動力部をユーロパーパックに換装した仕様となっている。現在、高容量電気二重層キャパシタと組み合わせたガスタービン電気ハイブリッド式の開発が各国で進められている。鉄道車両へのガスタービンエンジン搭載も様々な方法で模索されてきたが、実用化された例は少なく、ランニングコスト等の理由から早々と営業運転を 終了した車両も多い。前述した通り、細かなエンジン回転数の調整が困難なこと、低負荷の状態では燃費効率が悪化する、騒音が大きいなどが理由として挙げられる。鉄道車両への搭載例は、1941年にスイス連邦鉄道が導入した、ブラウン・ボベリ製がスタービンエンジンと発電機を搭載したアム4、6型が、 最初の事例とされており、1966年、ユナイテッドエアクラフト社による UAC ターボトレインがあり、長期試験の後1968年から、米ニューヘブン鉄道で1973年から、カナダ国鉄モントリオールトロント間で特急ターボとして営業運転を行っていた。試験車両としては、旧国鉄が開発した。 国鉄キハ07型機動車改造車と、その結果をもとに試作された、キハ391系がある。これらは、非電化区間のスピードアップを図るために開発されたが、第一次オイルショックを機に実用、量産化が断念されている。フランス国鉄が運行する TGV も、初期には、ガスタービン駆動の発電機で発電し電動機を駆動する電気式、ガスタービン機関車が計画され、 試作車両が作られたが、同様にオイルショックのため電気機関車方式に変更された。ただし、実用、量産化の失敗の原因は、当時の技術不足の一面も大きく、発電機、電動機の小型化が進んだ現在なら、ガスタービンエンジンの持ち味を活かせる可能性もあるとも考えられ、現在でもガスタービンで発電機を回して電動機を駆動する電気式。 ターボトレインの研究が続いており、特にアメリカでは膨大な軍事技術を投入したハイブリッド仕様のターボトレインを研究中で、改正制御の肝となるフライホイールの開発遺憾によっては、非電化高速鉄道の切り札になると言われている。その他にも1960年代から1970年代にかけてイギリスやドイツ、チェコスロバキア、スイス、ドイツ、 ソ連などで開発が進められたが第一次オイルショックの後、開発は下火になった。その後、ロシアでは圧縮天然ガスを燃料とする GT1 が開発され、試験運用されている。なお、フランス製のターボートレインはエジプトやイランなどへも輸出され、特にエジプトでは1983年の収益以来、カイロアレクサンドリア間の特急列車として活躍している。 工事用などの産業用機関車では、蓄電池機関車にマイクロガスタービン発電機を搭載した機関車が実用化されており、現場の条件で充電や電池交換が困難な用途向けに使用されている。さらに、本来の用途ではないが、雪かき車として、Z 噴射で除雪する車両が実用化されている。ヘリコプター用の小型ガスタービンを補整用車両に取り付け、排気を ダクトで線路面に平行に前方に噴射し駅を吹き飛ばすタイプの除雪車両が、操車場などのポイントの融雪、氷塊除去に使用される。実際、ユニオンパシフィック鉄道のソルトレークシティ駅で使用されていた。個々の車両などは、カテゴリー、ガスター便機関車も参照のこと。1950年代から1960年代にかけて、 小型で高出力のガスタービンは次世代エンジンとして注目され、ガスタービン自動車の実用化に向けて様々な研究がされてきたが、量産者として成功した例は少ない。1963年に、クライスラーは自動車用ガスタービンエンジンを独自に開発して、クライスラーターバインを開発し、一般ユーザー向けに試験販売も行われた。 クライスラーでは1993年にもクライスラーパトリオットを開発している。日本車ではトヨタ自動車が GTV を開発した例がある。自動車レースの世界ではイギリスのローバーが1963年と1965年にガスタービン搭載車をルマン24時間レースに出場させた例やアメリカの STP がプラットホイットニー製のエンジンを搭載した。 車両を1967年と1968年のインディ500に出場させていた例などがある。ハイブリッドカーの動力源としてガスタービンを使用する事例もあり、1992年のパリサロンではボルボ ECC が出品されたほか、ゼネラルモーターズは1990年代半ばに GMEV1 電気自動車に ウィリアムズ・インターナショナルで開発されたガスタービンを搭載したハイブリッドカーを開発した。単弾式、単軸で熱交換器を備えたガスタービンにより永久磁石式交流発電機を駆動した。ガスタービンの重量は220ポンド、直径20インチ図、全長22インチ図、回転数は10万から14万 RPM だった。タービンはハイオク単価の燃料や 圧縮天然ガスが使用された。蓄電池の容量が40%以下になると、自動的にガスタービン発電機が作動して 40kW の電力を供給して充電する仕様だった。最高速度は80マイルパーアワーに達した。日本車でもトヨタがセンチュリーにガスタービンを搭載した。トヨタセンチュリーがスタービンハイブリッドやスポーツ800にガスタービンエンジンとモーターを搭載した。 ハイブリッドカーを開発している。2019年には三菱自動車がガスタービンエンジンを搭載するプラグインハイブリッドカーのミ・テックコンセプトを発表した。また2006年現在ではアメリカのマリンタービンテクノロジー社がガスタービンエンジン搭載のオートバイを市販している。他にもマイクロガスタービン発電機をハイブリッド車の電源に採用した車両が アメリカやニュージーランドなどで見られ、日本では日の丸自動車工業が東京駅周辺で運行している2つの無料循環バス、丸の内シャトルとメトロリンク日本橋に採用されている。2010年に開催されたパリモーターショーで発表されたジャガー7 5周年記念コンセプトモデル CX-75 はレンジエクステンデッド電気自動車エンジンとして発電用 マイクロガスタービンを2個搭載し、合計7 0ットの出力を発生する。フル充電して、さらにガスタービンを使用した場合9 0 0トルの航続距離を実現している。ガスタービンエンジンは、気力発電などに用いられる蒸気タービンに比べて、起動時間が短いため、ピーク時用内燃力発電として1950年代から用いられていた。また、 ディーゼルエンジンと比較して、小型軽量で冷却水が不要なため、非常用発電機に用いられる。さらに、高圧部がないことから設置に採取性が緩やかで、2000年代に、入り電気工作物としての規制も緩和されたため、都市ガスを燃料とする超高型ガスタービンエンジンを用いた、店舗用小規模自家発電装置なども普及している。振動が少なく、軽量なため、 従来のディーゼル式発電機では不可能だった高層ビルの屋上に設置される例もある。ガスタービンエンジンは高温で動作するため、その排気もまた十分に高温であり、吸収式冷凍機や排熱回収ボイラーと組み合わせて、電気のほか、蒸気、温水をも供給する熱電平均システムや、さらに蒸気タービンによる発電を組み合わせて複合火力発電とし、 総合的な熱効率を大幅に高めることがなされている。ムーンライト計画では中間冷却機、熱再生機を搭載した世界最高水準の高効率のガスタービンが開発された。現在は日本工業大学附属工業技術博物館に国産のターボファンエンジンである FJR710 とともに保存、展示されている。2005年現在、ドイツなどでは 燃焼用の圧縮空気を夜間などの電力需要の小さい時間に岩塩を取り出した後の岩盤内に蓄え昼間に使用することで圧縮機の必要動力を軽減し発電量を増加させるものが実証試験中である。2011年に起こった東日本大震災とそれに付随する福島第一原子力発電所事故により東北電力 東京電力管内の供給能力が急減し、この減少分を補うために LNG を燃料とするガスタービン発電機が既存の火力発電所内に急遽設置されることとなった。ロケット等において推進材をエンジンに供給するために使用される。高速で回転するため、キャビテーションが発生しないように最新の注意が払われる。ターボポンプの製品が 新型エンジンの成功の製品にかかっていると言っても過言ではないくらいでターボポンプの開発は難航する場合がある。発電用ではない低地式ガスタービンエンジンの例としては河川の排水ポンプがある。大雨等で水かさが増した河川の水をポンプ組み上げて排水する時に使用される大型ポンプの動力としてガスタービンエンジンの採用事例がある。小型大出力 起動時間の短さ、整備性の良さ等が評価された結果である。ハサン、アマード・アイ、トッキー・アル、ティン・ザ・ファースト・スティーム・タービン。ヒストリー・オブ・サイエンス・ h n o テクノロジー・イスラーム。2008年3月29日、閲覧。AB ・池田・義保著、図解雑学船の仕組み夏目社2006年5月10日。 初版発行 ISBN4 から 816340904ABC 佐藤幸則著、マイクロガスタービンの本日、刊工業新聞社2003年12月28日、初版一冊発行 ISBN45 億2605万2132ボーイング777事故、インシデントを参照のこと。 http://techon.nikkeibep.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ honshi スラッシュに0 0 6 0 3 0 1スラッシュ113800スラッシュ。幻に終わった4次棒のガスタービン DDK 世界の感染第479号解任者1994年4月1 0から1 0ページ いずれも経済性等の理由により運行されていない。メーカー、製品の例とヨタ GTV ハット、オートワールド EV1 エレクトリック、シリーズハイブリッド。2011年7月25日閲覧。カーグラフィック76から1 p 2 8ガスタービンエンジン搭載のフェブ、三菱、ミ。 テックコンセプト東京モーターショー2019レスポンス2019年10月25日マリンタービンテクノロジーモーターサイクルハットガスタービン発電電気事業連合会供給力確保に向けた緊急設置電源の新設について東北電力2011年5月26日閲覧供給力確保に向けた緊急設置電源の新設に ついて茨城県の当社日立中火力発電所敷地内に新設東京電力2011年5月26日閲覧ありがとうございます。